ね、私と一緒にやってるあの菅沼浩三と辻和也のドラム砲弾という動画シリーズがあるんですよ。好評な、そこそこ好評な、結構好評なシリーズがありまして、今までね、浩三さんとその、交換収録ツアーみたいなのやりたいねみたいな話をしてたんですよね。うん、まだ1回もやってないです。そうそう、まだやってないんで今回初めてやってみようということでね。公開もやってない、公開もやってないですよ、公開もやってないですよ、ね、今回が公開も初めてってことでね。じゃあ、じゃあいつものタイトルコールやりましょうか。菅沼浩三と辻和也のドラム砲弾。公開収録でございます。お客さんも入ってます。そうだから立つなつ興奮のあまり立ってしまいましたけど、興奮のあまり立つはい、やばい。あの、まあ、今回ね、ドラム砲弾ってね、そもそも何してんのかっていうとね、まあ、ドラムにまつわるいろんなお題についてですね、2人でもうただ個人の感想を述べ合ってるっていう、ただそれだけのシリーズであるんですけど、プレイについては一切話さないですよね。そうですね、どっちかというとこう機材だったりとかね、ちょっとそういうことについてちょっとまあお話をしていくんですけども、まあ、今回ね、こういう公開収録ということで、まあ、なかなか普段聞けない話をね、僕はした方がいいと思ったんですよ。なんでちょっと今日はね、ファンシーな、ポップな、あの、なかなか普段ね、聞けない。だってこう菅沼浩三って本当にすごいことですよ。さっきいただいたお土産のひよこを早速開けてましたけれどもすぐもうね、血糖値上げなければならないんで、すぐ食べました。すぐね、あの、やっぱね、菅沼浩三って本当にドラマー界にとってはもう至宝ですよ、宝ですよ。いやいや、そこまでのもの、宝ですよ、トレジャーなんちゃらですよ、マジで。近所の兄ちゃんですよ兄ちゃんだ、じいちゃんだな。そうそう、じいちゃんです。近所のじいちゃんです。主題に行きましょう。そうそうそう、やっぱね、菅沼浩三って言ったらもうとんでもない会場を今までいっぱいやってきたじゃないですか。ドームだったり武道館だったりとかっていうね、でやっぱり僕ら、まあ僕はちょっと微妙な立ち位置ですけど、アマチュアミュージシャンの人ってやっぱこう武道館とかドームでやるって一つのこう夢ですよね。夢ですよ。だから僕はね、初めて武道館ドームでやった時の浩三さんのね、こう感想とかね、裏話とか、ちょっといつものドラム砲弾とはちょっとテイスト違うんですけど、これはね、僕も聞きたい。初めて武道館出たのっていつですか、とかね。武道館ね、いつですか、誰のあれで出たんですか。稲垣潤一さんかな。おお、上京した最初の仕事が稲垣潤一さんでね、当時景気が良くて100本ツアーできたんです、1年間に。1年間で100本ですか。そう、僕が参加したリアリスティックツアー武道館もやりましたし、ハワイも行きましたね。おお、その武道館出たのっていつだったかって覚えてます。何年頃って覚えてます。26ぐらいでしたから。じゃあ上京遅かったんです。普通は大阪から出てくるドラマは23ぐらいとか以下ですよね。うん、もう26ってもうオーディションの年齢制限って26なんですよ。ギリギリですわ。あ、じゃあギリギリでオーディション受けて、稲垣潤一さん受かって、でそこからツアー参加するツアー参加して武道館などね。26って大阪城ホールとか。ちなみに何1900何年ぐらいですかね。もう記憶がないんですよね。計算して、大阪さんの年齢から26。還暦です。はい、パッと計算して。今年完璧です。大人いっぱいいるんだからできるでしょどうでした、初めて武道館のステージ立った時って、うん、どうでした。やっぱなんかこうおーって、やっぱさすがの浩三さんでもやっぱり緊張するもんですか。武道館っていうのは拍手が上から降ってくるって言われてるのね。おで、江川法人さんもね、そうやって言ってましたね。爆風でね、うんうん、歓声と拍手が上から降り注いでくるみたいな、パチパチみたいな。おお、それは全く想像つかないな。上から降ってくる、うん、そんな作り。今も多分工事して変わっちゃったと思うけどね。飛鳥さんの、うん、先日も出て、うん、その時も日の丸見て、うん、飛鳥さんがいつも祈ってますよ、こうやってね、日の丸に向かって、ね、そう、僕その時初めて武道館行ったんですけど、なんかすっごい不思議な気分でしたよ。さあ後で出てきますけど、うん、あの始まる前にですね、こう客席から見てると、こう僕の知ってる浩三さんのローディーのね、ワッキーさんとかがね、今日います、ね、ちょろちょろってそこを歩いてるわけよ。もうすげえ、いつも見てる人が武道館のステージちょろちょろちょろって歩いてるんですよ。でしばらくしたら消えて、 SE 始まって浩三さんがバーッとこうちょっと小走りで出てくるんですよね、うん、あのジャケット着てあれ不思議な感覚ですね。今隣にいる人が武道館でいるんですよ。あれは不思議。ドームは
ドームはね、あの福岡ドームはやりましたけど、あの時は結構あのアリーナまでいっぱい入れて、もう5、6万人入ったんじゃないですかね。5、6万人。福岡ドーム全部入れてね。でね、会場でかすぎてバストラをドーンって踏むと壁に当たって帰ってくるまでの残響が30秒あるらしいんですね。え、そ、ドーン、ゴーンってなって小屋なりが静まるのに30秒とかですね。だからタイムラグがダン、ガーンってなるのがね、だからもう当時イヤモニがなくてね、密閉型ヘッドホンしてましたけど、あの、うん、まあ大きいドームクラスやるときはもうこうイヤモニが命で、うん、あと転がしですよね。あ、はいはい、環境がもうすごい悪劣なんだけれども、ちゃんとやらなきゃならないっていうね。え、で、いや、意外とそうなんですね。やっぱドームとかの方が演奏するのにはしんどいんです、うん、だけど今の人はね、みんな両耳にもうイヤモニを、イヤモニと入れちゃうんで、うん、どこでやっても多分関係ないと思う。あ、僕古いドラマーなんでね、片耳しかイヤモニしてなくて、小屋の鳴りを聞きながらやらんとダメなんですよ。あの片耳ヘッドホンっていうのがね、うん、もう僕もあのずっと使ってましたけど、今日も片耳しか入れてないんですよ、うん、ドラムセットもね、生で聞こえてないとダメなタイプで。あ、そうか、俺外せばよかったのか。そうか、いや、まあ両耳今塞いでますよ、みんなね。うん、横考えたらそうだよ、外せ、生音聞こえづらくて気持ち悪いなと思ってたら、そっか、外せばよかったのか。もう吉川浩司さん面白いんですよ。あの、もう今は慣れられましたけどね、最初イヤモニ出てきた時ね、これすんのかよみたいな。でもう歌いにくくなって1曲目で外してね、外すだけだったらいいけど、地面にバーンなぜなぜその都度ぶっ壊れるね。なぜ高いんですよ、15万ぐらいするやつをね、毎回投げて壊してるみたいな。男らしすぎて、男らしすぎやしますだんだん歌いにくくなった。なぜわかりません。よく格闘家はいますよね、マイクでテンション上がってそのまま投げちゃうって言いますけど、なぜイヤモニを。あの方はリハーサルの時からね、あのボーカルのマイクの下にマットが引いてあって、バランスボールが置いてあって、うん、サンドバッグが置いてあるんですよ、ね、でずっとキックしてるんですよ、感想までで、キックしてもあの人背高いから180、190近い、うん、でね、サンドバッグ自体蹴らんと上の鎖蹴ってるんですよね。もう2メートルぐらい上を。どんだけ足長いんですか。すごそれでボーカルね、感想終わったらまた歌うっていう。でエンディングになったら今度腹筋してるんですよね。どんだけ男らしい。男らしいというか、ストイックすぎやしますね。歩いてスタジオまで来ますよね。あの車とか乗ってこないでね、自宅の、あの場所は言えませんが、うん、そこから結構2時間半とかね、平気で。リハーサルする前に、もう普通に。でも携帯をね、今は持ってると思うんですけど、うん、持たずに出ちゃって歩いてこられたら、マネージャーの方が見つけられないみたいな、うん、そりゃそうでしょうね。でもね、もうやっぱ浩三さんといえばね、もういろんなところでやってきましたけどね、まあちょっと今日はね、時間もあれなんで、ちょっと最後にね、もう一番こう印象に残ってる会場ってどこですかね。会場ね、ここでやれてよかったっていう会場って、う、大阪城ホールかな。僕なんか大阪出身なんで、うん、大阪城ホールでいろいろできるようになって、すごいキャパシティですね、そこもね。大阪城ホールは誰の。大阪城もいろんなアーティストやってるけど、うん、まあチャゲアスが一番印象深いですね。ああ、やっぱりそうなんですね。それ大阪城ホールで1週間とかやってましたね。すごっ、全席。すごっ。でクリスマスコンサートでまた5日6日やるって。すごっ、なかなかね、今こういう状況なんでね、ちょっとなかなか難しいですけど、やっぱね、あのドラムやったりとか楽器やってる人はね、そういう夢のある場所でねやるっていうのはやっぱ目標の一つ、ね、ただもうそれであんまりね大きく緊張しちゃうと演奏ならないんで、うん、でうち娘も同業でやってる里子、うん、ドリームスカムトローなんかでね、あの出てるわけですよ、うん、ほんであの里子がいないみたいな騒ぎになったらね、あのフロアタウンのとこでですよ、うん、下でゲームやってたみたいな。リラックスしすぎやろ。平常心ですよね。そう、ボルテージは上がります。ああ、やっぱりそうなんだな。ね、それはもうここでやるんだみたいなね、リハーサルの段階からね。僕もやっぱいつかはね、あの僕はあの生まれた時から巨人ファンなんでね、
ぱ東京ドームに1回でもいいから出てみたいなっていうね夢を持ちながらねこの回を終わりにしてみようかなと思います。はい、はい、それでは、辻和也と、菅沼浩三と辻和也のドラム砲弾では取り扱ってほしいテーマ、募集しておりますので動画の概要欄に、問い合わせリンク貼ってありますのでぜひぜひお問い合わせください。そして浩三さんのチャンネル登録、高評価、あと僕のチャンネル登録の方もねぜひよろしくお願いします。リンクは概要欄に貼ってありますのでぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで終わりにしたいと思います。はい、それではね、ありがとうございました。ありがとうございました。